ジュエラーは、日本の競争馬、2016年の大賀賞に優勝した。11月29日の2歳新馬戦でデビュー。中段追走から、最後は2着に2馬身半差をつけ優勝。年内初戦として選んだのは、新山記念。このレースでも、直線では、メンバー最速の上がり3波論34.5秒の、末足で前を捉えようとするが、 前に出ていたロジクラインに惜しくも首差及ばず2着。自走のチューリップ賞では、ゴール前で、シンハライトと並ぶようにしてゴール。写真判定の結果、シンハライトに軍配が上がり2着になるも、大歌賞の優先出走権を獲得した。迎えた、大歌賞では、阪神ジュベナイルフィリーズ覇者のメジャーエンブレム、シンハライトに次ぐ3番人気に押される。 向こう正面で中段に位置するシンハライトに対してジュエラーはバグンの一番後ろに位置し、追込作を取る。直線では大外に位置し、先にその内から抜け出したシンハライトを捉えるような形で末足を炸裂させ、最後はシンハライトと並ぶような形でゴール。写真判定の末、今度はジュエラーに軍配が上がり、クラシック制覇を達成した。 二巻にも大きな期待が寄せられるが、5月5日、左前足第一子骨の剥離骨折が判明。症状は軽いものの、全治3ヶ月と診断され、優秀品馬は出走できなかった。そして9月18日のローズステークスで、先列復帰したが11着と大敗。続く、週刊賞でも4着に終わった。レース後、左講師の歩み様が悪くなり休養していたが、 2017年3月2日、放牧先の山本トレーニングセンターで検査をしたところ、左後、第二子骨骨折が判明し、関係者と協議した結果、現役を引退、同年3月6日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、ヤシロ大ファームで繁殖品馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。初年度は、 衛新フラッシュを種付けされ、2018年3月10日に、初語の品馬が誕生した。表中のアスタリスクは、海外で生産された後に、日本に輸入された馬を示す。ありがとうございます。